願いします。お願いします。スターワールドチャンネル。はい。1月27日時刻は5時を回りました。今週もスターワールドチャンネル聞きに来てくれはって、ほんまお気に。この番組はスターワールド株式会社がお送りしております。パーソナリティは私、佐藤理央と、三戸恵里、リモートでラジオを進めさせていただきます。ここからの提供は、スターワールド株式会社、ワッフルブラザーズ、ワクワクハラコちゃんミュージアム、大自然クラブの提供でお送りさせていただきます。FM ギノワンでは、ツイキャスト YouTube で映像と音声をネット配信しています。では、今週も17時56分までお付き合いください。はい、よろしくお願いします。この番組はツイキャスを使用した参加型のラジオとして、皆様ともコミュニケーションが取れるようなラジオをお送りしていきますので、はい、皆さん、コメント参加、お気軽に、どしどしよろしくお願いします。お願いします。はい、今日も早速、コメントいただいてますので、どこからだろう。ヤンキキさん、ムサシさん、タカボさん、いつもコメントありがとうございます。ありがとうございます。はい。あ、そうなんです。さっきタカボさんのラジオ、私コメントを書いてたんで。はい。なるほど。そういうことだったんですね。はい。パソコンでね、ツイキャスログインできたんですよ。うん、いつも携帯からやってたんですけど。うん、はいはい。はい。ちょっと一歩成長。パソコンで。はい、パソコンで。そう、右腕ゴリラさんもこんにちはと、こんにちは、はい、ありがとうございます。はい、はい、今日はワクさんに来ていただいておりますので、ワクさんこんにちは、よろしくお願いします、はい、恒例の、うん、はい、そうですね、ワクワクハッピーコーナーポーズから、エリちゃん、強烈な推しでお願いします。それでは、ワクワク、ワク、ハッピー、ハッピー。はい。じゃあ、今月もよろしくお願いします。ワクさん。はい。1ヶ月あっという間ですが、はい。久しぶりですね。はい。まあ、今日はね、はい。画像も流しつつね、はい、いろいろなお話聞けたらいいなと思ってますので、まず後ろの、背景が素敵ですね、ね、ワクさん。これ？ね、うん。で、素敵な。これ今年の5月に、東京の六本木の新国立新、うん、国立新美術館ですか。はい。で、アートオリンピックっていう企画展があって、うん、はい、ここに出品しようかなと思ってる。はい、すごい大きな、ね、作品ですね。これはね、ね、うん、ハラコちゃんの、ヴィーナスですね。ハラコちゃんヴィーナス。ヴィーナス。はい。すごい綺麗な。まだ世に出てないから、ね、うん、ここで初出し、初出し、先に見れちゃったっていう、ラッキーな、ありがたいな。ハラコちゃんっていうのは、うん、原子って書くでしょ。はい。で、この絵は人間の60兆の細胞の中の原子核の、はい、うん、こういつもこうエネルギーを生成するのに、うん、なんていうの、核融合。燃えてるわけですよ、はい、うん、でエネルギーをこう保湿してるわけね、うん、そういうイメージなんですよ。でそれは愛の愛で、だから燃えてる感じですね、うん、だからこう後ろもこうちょっと炎のような、うん、なんか光のような、そうですね、オーラがね、まあそういう絵なんですけども、うん、はい、今日はねちょっといろいろ絵の話してて、前回からね、そう、スペインのね、お写真とかいろいろ見せていただいて、で、前回も一応お写真をお出ししたんですけど、うん、山内さん、画像を出してもらいたいんですけど、一から。はい、お願いします。はい。このね、エルグレコさんとのこのね、つな、はい、うん、がりやね、こう、つながりの秘話などをね、はい、お話し、はい、これ前の放送の時に僕、マリアさんの絵って紹介したんだけど、はい、正式な名称はね、うん、
何ですか、聖、はい、聖アンナのいる聖家族っていう、あ、うん、聖アンナですよね。うん、そうそう、ちょっと次の画像を出してもらって、お願いします。で、この絵、この絵からインスパイア、コマージュ、うん、この絵をコマージュにこの作品を、僕絵を描いたんですけども、うん、まずそのわけ、はい、お話からしたいと思います、はい、お願いします。で、ちょっとね、スピリチュアルな話になるんですけども、はい、どうして僕が、はい、ほら、アメリカとかヨーロッパ、うん、イギリスとかね、フランスとか、いろんな海外に絵の勉強に行く人は多いんですよ、ね、なんでスペインを選んだかっていうと、うん、なんでそんなスペインに惹かれたかなって、はい、僕自身も自分で分かんなかったの、うん、で、それである時ね、友達からの紹介で、うん、ここからちょっと不思議な話なので、うん、ちょっと現実離れした話になるんですけど、はい、こう前世をリーディングしてくれる、うん、そういった超能力を持った、超能力って変な、そういう能力を持ったスペシャリストを紹介してもらったんですよね、うんうん、僕はその人の話を、まあ、T さんっていうんですね、はい、YT さんって人なんですけど、結構有名な人なんですけど、うん、で、その人の話が聞きたいって僕は、うん、お願いして、その人にリーディングの予約を入れて会いに行った、東京のね、杉並区まで会いに行ったんですよ。はい、うん、で、30分ぐらいのリーディングでね、うん、ね、2万円ぐらい取るの、うんうん、でもすごい興味があったので、でその人に会いに行って、僕がなんで絵を描き始めて、で、この絵に執着して、ね、うん、スペインまでね、たくさんのお金かけて時間使って、スペインまで行って、で、どうしてまた、グレコ、に惹かれてね、グレコの美術館に3回も4回も通うことになったかってことを、うん、その人に会って聞きたいと思ったんです、うんうん、確かに、それで行きました、うんうん、それでこう、その部屋が用意してあって、で、自分の番が視点で、その人にこうテーブル挟んで対峙して、で、 今言ったのが、僕がなんかこう絵を描いているのは、どうしてな、どういう前世の因果があってですかとか、どうしてスペインまで行って、うん、グレコの美術館を訪れて、うん、で、またこのグレコの作品に惹かれて、自分がそれをオマージュ、うん、で、自分の作品として描くことになったのか、なんかそういう自分が絵を描いている前世からの、なんかそういう因果みたいなのを知りたいんです、真面目に聞いたんです、うんうん、はい、ただね、はい、わかりましたって言って、それでこう、その方はね、目を閉じるんですよ。はい。うん。で、僕も一緒に目を閉じて、うんうん、数秒ね、30秒ぐらいかな、うんうん。で、こうなんか、静かな感じで、で、はいっつって、見えましたって言うわけ、はい、で。で、どういうことですか、はい、って聞いたらね、他からは面白いんですけども、エルグレコは、若い頃、イタリアのね、クレタ島で生まれて、それでずっとクレタ島で子供の頃から絵の勉強をしていた。まだ売れる前ね、有名になる前ですね。で、その当時、グレコの家には、使用人の7歳ぐらいの小学生の少年、男の子がいて、それで、要するにそのグレコが成功して有名になる前の修行時代のグレコの身の回りの世話を、世話っていうか、使用人なんかいろんな、うんうんうん、お世話がかり、食事を作ったり掃除を作ったり、家のことをいろんなしてる、うんうん、してある少年がいたんです、うんうん、でもその子供はね、7歳ぐらいで死んでしまって、うん、で、その後グレコが自分の野心っていうか、手の道で成功しなくちゃということで、うん、旅に出てね、それでたどり着いたのがスペインなんですよ。でスペインのその前も話したトレドっていう、うんうん、トレドの町へ行って、でそこのトレド の王様っていうかね、それに好かれて、うん、それでエルグレコはすごく大成功を果たしたわけ、うん、けれどもその少年っていうのは、その子供の頃、要するにグレコが貧しくてまだ成功する前にの姿しか知らないで、一生懸命近くで見ていて、うん、
グレコの成功を祈っていたんだけども、うん、楽しみにしてたんだけど、その姿を見ずに死んでしまったと。大成功したグレコのね、うん。で、その大成功したグレコの姿を見ないで死んでしまった少年の魂が、うんうんうん、現世に生まれ変わって、それに、要するにあなたに、要するにワークさんに入って、それでスペインまで、無意識の中でワークさんをスペインまで連れて行って、なるほど。ワークさん本人は何もそういう意識はなくてわかんないんだけども、私本人は、で、導かれて、それで、その、グレコのトレードの美術館とか作品とか大成功した、グレコの姿を見るためにスペインに導かれたっていうことがあるんですって話を聞いて、確かに見える。本当ですか？なかなか4回もね訪れることって、まあ、確かにね。という話だった。あ、なるほど、すごい。すごい。私自身は、そんなに、なんていうの、自分で意識してね、グレコを目指していったわけじゃないんだけど、なんとなく、なんとなくですね。なんか、無意識に導かれてたわけですね。不思議な、不思議なお話だ。はい、それで、まあ、この絵を描いて、はい、まあ、描くことになったという。ちょっとスピリチュアル系の話で。すごい。だからね、なんか今日は僕の画面が映ってないんだけど、だからね、皆さんも、はい。この時代に生まれて、うん、自分たちのその家庭に生まれたり、お父さんお母さんのもとに生まれたり、それはみんな何かしらのね、ある意味そういう視点から物事を広く、要するに前世があって、その前もあってね、今も、そうか。未来もあるって考えると、すごい、視野を大きく広げてみると、皆さん、使命があるという。そう言いますよね。なんか使命を持って、このように生まれてきてるからっていうのはね、よく聞くので。まあそういう話なんだけど、だから、なんていうの、本当に今だけの、目先だけの、本当にそういうこと、そういう視野でもって生きてんじゃなくて、なんかそういうね、過去からのつながりとか、じゃあこれからどうなっていくのかとか考えながら生きていると、すごく世界が広がって楽しいと思う。とすごくワクワクするし、ね、確かに。そういうのいいんじゃないかなって思いますよね。だから、ヘイリーさんなんか役者さんだから、はい、お台本も脚本もらって、自分が演ずるその役柄にやっぱり自分の気持ちを投入していくわけで、なりきるわけでしょ、はい、ある意味ね。だから、その演じる人の魂になりきって、役柄を演じる。そう考えると、今の私もワクさんと呼ばれて絵描いてるけど、はい、もしかしたらば、要するにワクさんを演じてるだけで。かもしれないですよね。そうそう、確かに。次はもっと違う役柄になったりして。確かに。なんかそういうふうに考えると、なんか楽しいですよね。とりあえず、今は、ちょっと私はリオちゃんやってるけど、次はね、まあね、確かに、そう考えたら面白いですね。なんか、本当に。まあ、今だけは全てじゃない。確かに。コメントでも、ワクワクするぜというコメントが高橋さんから来てます。はい、まあ、最初はそういう話でした。で、次の写真お願いします。はい、はい。あ、これはね。はい、これが先ほどの。じゃあ、また次の作品。はい、次、お願いします。これも、まあ、これグレコのね。はい。聖アンナのいる聖家族。うん。で、これ。はい。これが、その。これが衆の写真ですね。グレコのね。はい、OK です。はい、次。はい、次っていいですか。お願いします。次、次。うん。次が、この。これは、あ、もう、これはあれですね。同人賞だから、この、前の。お友達が写ってる写真がありましたよね。前のブロックありますか。
友達が、ね、あ、これこれ。これね、これがね、この人があのペドロ・ロッドリアンって言って、マドリードの西部、あの、マドリード大学の生物学の講師をしている、はい、人だったんです。ペドロさん。はい、でこの人は、ね、僕がね、あのスペインに行く前にあのパリまでは、あの美術研修ツアーのメンバーと一緒にパリまで一緒に行ったんですよ。ツアーで一緒に行かれたんですね。で、そこから別れて、で単身でタルゴという夜行列車に乗って、スペインに入ったんですけども、はい、タルゴは寝台特急でね、一つの部屋にベッドが3つあるんですよ。はい。下に2つと上に1個。うんうんうん、でその同じ部屋に偶然になったのがこのペドロさんで、うん、それでもう一人アメリカ人のね、ちょっといかつい、全然話をしない変な人もいたんだけど、このペドロがすごく僕に優しくしてくれて、あのどこから来たのとか、どこへ行くのとかね、うんうんうん、でお話をしているうちに、じゃ あの僕はマドリードで住んでね、うん、大学で生物学を教えてるから、うん、君が行きたいとこまで案内してあげるよって。うわ、いい人すごい、まあ、でも優しそうな顔されてますもんね、うん、確かに、ま、真面目でね、うん、それでマドリードの駅に着いて、うん、まあ、アトーチャ駅って大きい駅に着いたんですけども、はい、でそこからまず最初の僕の目的地 あの日本人が経営するホスタルアルボっていうホテルまで案内してくれるっていうんで、うんうん、で彼がねこう住所を見ながら、で僕なんかほらスペイン語もそんな話せないし、英語も話せないし、新聞幹部地図も分かんないじゃないですか。うん、でも彼と偶然に、その夜行列車、寝台列車のコンパートメントに乗り合わせた偶然が重なって、彼がそこまで案内してくれたんです。うん、で、その後ね、そうそう。で、その後、無事に僕はだから本当に迷うことが到着して、これせっかくだから彼の住んでる、アパート、教えてくれってんで、これで二人で地下鉄に乗って彼のアパートまで行って、場所を確認して、で、まあ、後でお礼をしようかなってんで、それで、僕がアパート、自分のアパートに落ち着いた時に、この、こうお子さんなんですよね。ペドロ、お父さんとお子さん連れてきて、お食事会に、僕のアパートで招いて、その時の一枚です。すごい、いい出会いですね、本当に。その、だから、スペイン行ってなかったら、そうそう、映画みたいな出会い。ね、いや、だから本当にね、さっきの前世の話じゃないけども、うん、予定していなかったのに、いろんなことが本当にスムーズに導かれるように。うん、いや今この方にきっと案内してもらえるから、マクさんは迷わず、ね、このペドロさんともね、うん、記憶はないけども、多分前世でね、どこかでね、お付き合いがあった。そんなふうに思ってます。今でもこういう交流とかはあったりするんですか？うん、いや、彼はね、うん、いや、彼はね、今あるのはハビエル。前話した。あ、なるほど。ハビエルとは、うん、あとはアントニオ。アントニオっていう二人とは、うん、あ、でもいいですよね、今でもちゃんとこう、ね、つながってるっていうのは、うん、縁がつながってるのは、それでね、スタちゃんの FM 技能でお話しさせてもらえるようになってから、はい、まあ、僕のほら、知り合いとか、うんうん、これを聞いてくださってる人、うんうん、いやね、ワクさんは。スペインまで行っていろいろ勉強して、本当に幸せだわねって言うんですよ。けれども、この辺のことをね、でまずね、僕、スペインに行ったって、まずほら、お金かかるじゃない。そうですよね。時間もかかるじゃない。確かに。行くのに準備もかかるじゃない。うんうん、でまず、スペインに留学を決めたときは、うんうん、あと、いろいろお仕事、バイトをして、そのお金を、最初のお金を貯めて、うん、で足らない分はね、ちょうどね、うん、父親がね、事業していて、うまくいっていて、まあ、余剰金があったっていうか、その分は、向こうに行ってから足らない分、うんうん、まあ、仕送りしてもらったんですけども、うん、とにかくその、そう、自分が今までしていた仕事を辞めて、うんうん、で、有り金を持って、
わでスペインで、いや、かっこよくない。で、スペインに行って留学したからって、そこで学んだことをまた日本に帰ってきて生かせて、それが仕事に結びつくかどうか全く分かんないんですよ。うん、だからすごく大きなリスクを抱えて行ったわけ。そうですよね。でも、行きたかったんです。やっぱ20代。うん、で、まずそういうことが一つですよね。だから、その、スペインというところに時間とお金を投資して、うん、でそれが日本に帰ってきた後すぐ仕事に結びついたりとかそういうことは、まあ、うん、何の保証もないという、うん、結構ねそういう、 そう確かにリスクを自分で覚悟しながら、まあ、いや本当にだって一握りですもんね、うん、その、うん、その絵を描いて食べていけるっていう方たちも、うん、本当に、うん、絵がいくら上手だろうがなんだろうが、うん、一握りの中で、うん、してやね、海外に行く、うん、ね、国内でね、ちょっと移動するだけでも割と言うと海外まで、うん、英語もスペイン語も、ね、ちょっと喋れなかったって言われてる中で、うん、すごいな。ちょっと写真もいいですか、はい、ちょっと写真消してもらって、はい、うん、写真落としてもらって、あ、もうこれはね、プラスアマジョルっていつもあるってところでいいですよ、写真は一回、はい、それでね、あの今の話を続けるんですけども、はい、あのだから今のほら、あのリオちゃんとかエリちゃんの若い、はいはい、若い世代の日本の枠は、うん、あの、うん、あんまり海外っていうのはそれほど憧れないでしょ、うん、私はあんまりあの、ね、言葉が伝わらないところに行くのが怖くて、だからね、時代が変わったんですよ、うん、僕の当時は1980年代で、日本がバブル絶頂期の頃だった。だからもう日本人はわみんな海外旅行行ってる時代で、だから結構ね、普通だったんですよ。普通だったんだけど。でもまあそんな中でほら、あの、1年以上もここに行くんだってんで、だから東京のね、麻布かな、スペイン大使館も何回も通って、うん、あのビザを申請して下ろしてもらったり、うん、結構厳しいんですよ、うん、そうですね、大変って言いますよね、そうそうそう、で向こうに行ったら、あの、うん、スペインの国でお金落とすわけでしょ、はい、どれだけお金が準備できるんだとかそういう、ね、なかなか厳しい、で案の定ね、それで留学は終わって帰ってきて、でまあいろんな経験とか絵の勉強もしてきたんですけども、うん、帰ってきたら僕はあれですよ、あの要するに、なんだ、ほら、あの、ホームレスじゃなくて、なんだ、あの、フリーター、無職ですよね。無職透明で、はい、確かに、帰ってきましたよってんで、うん、これでさーってどうするかって、なかなかね、そこから自分の人生が動き出さなくて、しばらく、まあ、大変な時期もありましたよ。これ、あまりね、やっぱり1年間だけだけども、スペインに行ってると、うん、日本人のなんて日常の本当に真面目できっちりして時間を守って毎日毎日一生懸命こう仕事に行くという日本人の真面目な生活とスペインじゃ全然違うんですよ。ああ、なるほど、ね。で当時は日本だと確かに全然違う。電車の時間なんてね、はい、3分遅れて当たり前なんですね。それはめちゃくちゃ困る。全然気にしていなくて、うん、もうその待ってる時間、うん、銀行の ATM でも電車の時間でもみんな遅れてるのは普通なの。じゃあ明日の午後1時にどこそこで待ち合わせましょうねってスペインで約束するでしょ、うん、30分遅れてくると見て行かないとダメだ。いやあ、我々は日本人とか時間ぴったりに行くんでしょう。そうです ね。30分から1時間平気で待たされる。うーん、それで、ね、向こうは普通の、オラーとか普通な感じで。いや、普通な感じです。でもなんか沖縄の方もね、それだけ結構、ああ、なんかいますよね。待ち合わせ時間はちょっと遅れてくるっていうことの、そう、沖縄タイム、うん、みたいな、すごくアバウトアバウトタイムです、すごいな、コメントでもね、まあ、うちのタイムと同じだなというコメントも来てます、うん、あ、本当、
日本ではなかなかそういかないですよね。日本ではきっちりきっちりだから。電車の時間が1分遅れただけでもニュースなんですね。困りますよね。結構ギリギリでね、行ったりとかしてると、嘘みたいな。遅れてるってなりますもんね。だからやっぱり日本人はすごくね、精神的にはストイックな生活をやっぱり強いられて、それが普通になっちゃってんかなと思いますよ。うん、それは。まあ真面目なとこはいいんだけども。それで、12月、1月、今回のお話をしたんですけども、はい、まあ来月、再来月がお休みっていうことなので、はい、そのスペインがお休み。来月がお休み。はい、2月。そのスペインね、実はね、僕のその回想録を小説にした、うん、物語にしたものが、同人誌っていうのにあるんです。これはお店で売ってるもんじゃないですけど、で、そのちょっと写真をお願いします。はい。はい。3部目の表紙、本の表紙のような画像を出せますか。はい。芸術視聴っていうんですね。あ、この、はい、これはね、中身なんだけど、まず表紙を。うん、表紙ですね。あ、これですね。これがね、うん、芸術視聴ってんで、あ、機関誌で、年間4回。うん、で、これがね、1998年だから随分昔なんですけども、うん、ね、画家と、詩人と、小説家と、総勢、何名だったかな、15名ぐらいで、はい、グループで創刊した同人誌なんです。うん、で、これが表紙で、この表紙には僕、この表紙の題字も私が書いてるんですよ。はい、これ僕の。なんかいい感じの。で、この下の絵もね、これも僕が書いたんですよね。あ、すごい。で、その15人ぐらいの画家と詩人と小説家のグループを、アート・ジ・アースリングっていう名前で。うん。これちょっと、ページをめくってもらいますよ、写真を。で、これがね、その編集長で、うん、直井和生さん出てますけども、うん、はい、この人が編集長でいろいろ編集してくれて、うん、この人はどこ、うんとね、慶応大学の通信かな、はい、通信学部のフランス文学部を出た人で、うん、で、その人がまあ、私の近くにいて、で、これがマニフェストですね。うん、これ書いてあるのは、この直井くんが考えた、この同人誌発刊にあたってのマニフェストで、うん、アースリングね、地球人、うん、地球人とは我々の生活の基盤となる思想が、東アジアでもヨーロッパでもアメリカでもなく紛れもない惑星地球であることを明示したものである。画家であれ、詩人であれ、小説家であれ、ね、うん、芸術活動そのものの活動の母体を地球に求めたということの表れであると、うん、そういうことを歌ってるわけです。ちょっとね、真面目すぎるけど、うん、まあ、皆さん、お国は関係なく、地球人同士で、ワクワク楽しく、一生懸命、はい、めっちゃいい感じにまとめてる。それはちょっと、文学的な、ちょっと、小難しい表現で書いてあるんですけども、なるほど。はい。まあ、こういうものがあるんで、これはね、これが創刊号で、で、ちょっと次の写真、ありましたらお願いします。うん、あ、これじゃないやつ。なかったですか？あ、これがね、これ4号で、あ、うん、これが2号、3号で、で、ちょっと今戻してみてください、一回。4号までそう、創刊したんですよ。うん。うん。で、その毎回ごとに、この空の箱のお話ってんで、下は枠松本ってありますよね。はい、枠松本。で、これが、ちょっと今までこのスタちゃんの宜野湾で僕が話してきた、スペインの話を、うん、物語風にまとめた物語を書いてたんです。あ、ここに。なるほど。小説に毎回。でもこれは売ってないんですよね。うん、でね、僕の手元に、僕の手元に、この、まあ3冊が20部ぐらいずつあるんです。非売品です、非売品。非売品。だからもう、売ってるもんじゃなくて、同人誌が僕のところにあるだけで、うん、将来は、まあ、ワクワク美術館に入るぐらいで。あ、もし、希望者がいたらね、これ、
1冊1000円で、3冊が3000円ですか、はい、もし希望者がいたら、うん、チャットでも、メッセンジャーでも。